SC 内にある松阪線港郵便局松阪ショッピングセンターマームは三重県松阪市にあるイオングループのショッピングセンター。松坂マーム、ジャスコマーム、松坂ジャスコとも呼ばれる。イオンが開発し、イオンの100%個会社の松阪商業開発が運営している。愛称であるマームとは松坂リメッセージの略で、松阪に絶え間なく情報のメッセージを発信し続ける。 sc を意味する。店舗のロゴは ac ジャパンと同じマターオンブラを使用している。イオン松坂店とその他の専門店からなる。1階は食品と暮らしのフロア、2階はファッションと予想のフロア、3階は生活雑貨、子供と家電のフロアとなっている。1階には松坂先行郵便局や第三銀行松坂マーム店。 ロッテリアスガキ屋などの飲食店が入居している。3階には100円ショップダイソーなどがある。3階には、おもちゃ売り場、ゲームセンターなどがある、伊勢自動車道松阪インターチェンジより、約15分近鉄山田線松ヶ崎駅より、徒歩約5分三雲松阪線、松阪マウム停留所下車受水槽から主体2008年11月27日の夕方、ショッピングセンター裏側に設置している。 FRP 製受水槽の内部から死後1ヶ月程度経過していると見られる男性の遺体が発見された。この男性は11月1日から行方不明で自殺と見られている。ショッピングセンター側が11月8日に点検を行った際には異常は発見されなかったとされている。発見直後にショッピングセンター側は警察と保健所に報告したとされている。 11月28日及び12月3日に、夕刊未恵が初めて報道した。その後に、浄水道の使用を一時停止、水道水使用商品を撤去し、水道水使用テナントの営業を中止した。11月28日より、ジャスコについては、食品作業場、給水器、製氷機の洗浄、消毒を実施し、ペットボトル飲料水を使用し営業した。また、 受水槽を清掃、消毒した上でトイレの未水道水を使用した。専門店についても設備、備品、器具の洗浄、消毒を実施、12月3日より公式ホームページにおいて事件の経過と水質に関する報告を行い、全館で営業を再開した。避難を受け、ショッピングセンター側は対策として受水槽を撤去し、新受水槽を設置することを決定し、 12月8日より工事に着手12月26日より新珠水槽での給水を開始また2009年1月5日より高化水槽及び管内の給水管水道設備も一新する工事を進め1月29日より新しい給水設備を使って給水を開始した工事にかかった費用は約1億円 新旧の設備を切り替えるため1月28日に9年ぶりに休業した。ありがとうございます。